エリザベス、お呼びでしょうか。お待ちしていました。久しぶりの収録なんでね、データバグったんかな。バグってない。大したことではないのですが。久しぶりの収録なんでね、ようわからんねんけど、こらこら、音がちょっとでかいな。
あれ、こっちこっち。うちの手伝いとかしたことねえだろ。見ててわかんだよな、全然なってねえもん。こらミード、偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら白夢の森に放り込んじゃうよ。やだ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっかない森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許して。本当かね、この子は。約束するって。おばさんの目ごまかそうったってちゃんと見てるからね。バーナへの距離と方角を教えてくれ。正確にな。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。メリオダス様、すみません、まだ仕事の途中なのに。ミードちゃんたちを見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか、無事だといいけど。もうちょい左か。ダメですね、ホームシックに浸っている場合じゃないのに。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに。王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。そんなに落ち込むな。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。お前はお前のやるべきことをやった、それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。やはり生きていたか、七つの大罪メリオダス。Yeah.
りません。映像が乱れちゃって、なんかどうも通信エラーが起きちゃったみたいで。
ピー。メリオダス様、本当にこの森に七つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか！この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。根拠なら一応ある。この白夢の森は見た通り、馬での移動は困難だし、方向も見失いやすく、漁師や旅人も迂回する森だ。確かに。身を隠すにはもってこいですね。おい、もたもたしてねえで行くぞ。はい。慌てるなよ。神経質な子豚は嫌われる。誰が神経質な子豚だ。こら。これが失敗。メリオダス、言っとくけど俺が本物だぜ。これが森の怪物？確かにとんでもねえな。全然やり遊び方分かってなかった。私はここにいます。違います、私が本物です。帰れ帰れ人間、森から出て行け。さっぱし見分けがつかん。さてさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください、何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。
返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。頬を相関。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後、思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげえ。いたずら公認のハイドアンドシーク。森の怪物の正体はあいつらだったか。オーザ
軽く仕留めてやる。せや！でエリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために七つの大罪を探して旅をしてるんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃってごめんなさい。とにかく俺はエリザベスと一緒に七つの大罪を集める。知りたいこともあるしな。ふん、分かったよ。なら僕も行く。この嫉妬の罪、サーペントシンのディアンヌ、力を貸せよ。今のはおかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ぷぷ、雨雲の匂い。あ、見ろ、これは雷くん。なんだこれ。団長、体がしびれて動かねえ。お前はようやく会えた。七つ、最低の重害。
最低の残形。雷鳴山さらば。またな。団長がまたなって言ったんだ。話せ。ピリピリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたろ。サンキュー、ディアンヌ。
蹴りをつける。祭りは嫌いじゃねえぜ。蹴りをつける。
Thank you.
軽く仕留めてやる。しろ。まあ、次回は勝つようにします。この続きは後日ということでよろしくお願いします。悔しいけど負けました。こっちはもう一回行ってみましょうか。
く仕留めてやる。せや！この魔力を存分に使える。またこの続きは次回後日ということで、それではまたね、バイバーイ。